はい、どうも、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもどうもどうも。なんか、あれですね、この BGM もすごいですね。なんかね、うん、いいんじゃないですかね。いいんじゃないですかね。どうもどうも。まあ、2ヶ月ぶりの極楽走行でしたけれども、はい、なんか、R さんの DJ に関してはあれですね、なんて言うんだろう、かっこよさとダサさの、こう、極み感っていうのが、すごかったっすね。うん、今ソロを回す DJ っていうのはあんまりいねえだろうなと思って。いやね、どっちかに触れちゃいますね。うん、ギリギリのところでね。だから古いトラックと新しいトラックを混ぜるって、うん、だから古いトラックもダサく聞こえなくなったやつとか、はい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 、新しいトラックでまたギリギリのところを狙ってる人とか、うん、そういうのを集めてね、うん、来たつもりですよね。ほんとギリギリでしたよね。ギリギリです。かっこよかったですよあれは。ジャンル的に言うと、うん、ニューディスコ、はい、が最初だけ、うん、あとエレクトロ、はい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 、それからあとはポップ、ね、うん、はい、ポップ、ポップですね。あとインディー、はい、この辺ですね、はい、そうですね、そうですね。ダンスミュージックじゃないんですね、実はですね。なんだけどそっちの方が最近ダンスミュージックっぽく聞こえる時があるんですよ。あ、吸収しちゃって、そういうジャンルがね、はいはい、だからそういうのだけでできないかなってのを思ったのと、あと今ちょっとアメリカとかああいうネットフリックスとかね、動画見てるとわかるんですけど、うん、結構ヒップホップのオリジンに触れるやつが番組がすごいいっぱいあって、はいはい、それもいいんですけど、うん、でも僕が若い頃というのは、はい、そのオリジンのヒップホップよりはちょっと時間が経ってて、アフリカ・バンバータとか、はい、ドクター・ドレイとかがやってた、はい、そのラップが入る前っていうのかな、はい、エレクトロ・ポップみたいな、はい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 、そういうのの時代がすごい僕には懐かしいので、はい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 、それが最近またマイナーな人を掘り出してきてるっていうのがちょっと面白いなっていうところ、ね、絶妙な場所でしたよね。わけわかんない、うん、なんかほらそれで決してほらハウス色もねないわけじゃないんですよね。こうオトログ弦的なところで見るともちろん違うものなんだけれども、ええ、その支流を感じるというか、まあ、ギリギリのところで、ね、元を感じるっていう感じで、じゃあこのトークに YouTube のリンクを貼ってもらいましょう。YouTube じゃない、ミックスクラウドのリンクを貼ってもらいましょう、うん、そうですね。もうこれはね、なんか非常に価値のあるミックスだったと私は思います。あれはね、3週間前にセット作ったんですけども、うん、使えなくて、うん、使う機会がなくて、うん、なんとかしてやりたいなと思ってたやつで、うん、ちょっと新しいものを提起するためにやりたかったなっていう、はい、そういうところですね、うん、そうですね、はい、なんかエポックメイキング的なというか、もちろんほらないものじゃないから、はい、その見出せる人だけができる感じっていうか、うん、それを感じましたね。掘る人いないですからね。うん、ね、うん、うん、でおさむさんは翻って、今日は今日ね、僕すごいテックっぽいなと思ったんですよね。ね、なんかずっと地味にでなんかこうちょっと上げておしまいみたいなね感じでしたね。まあ通知乗せてね、うん、1時間半ぐらい非常に聞きやすいミックスだったと思います。うん、最後の方ちょっとね、はい、ファンキーハウス寄りにしてみたね、そうですね。流れとしてはね、うん、なんかね、現場で言うと10時から11時が1時間半あるみたいなね、はい、長い感じでしたね。うん、僕今日ラウンジを意識しました。ああそうですね、ラウンジのピックタイムみたいな。はい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 、そうですね、そんな感じでしたね。まあなんかね、上げたいなとも思うんだけれども、なんかこう音色感だったりとかこうじわじわ、はい、そのプログレ感つうかテック感つうか、なんかその辺を重要視したら割と今日みたいなミックスになった感じですかね。なるほどね、なるほどね、わかりました。そんな感じでした。僕はもうそろそろ元気にしたい感じですね。元気にしたい、元気にしたい、したい、元気な音楽やらせてくれみたいな、うん、そうですね。どっかんどっかんいってこうカラーもバンバン変わって、でもトータルでこう楽しい感じになるミックスとかやりたいですけどね。はい、はい、僕それ次回調整します、うん、おー素晴らしい素晴らしい、俺もやろうかな。やっと頑張るですよ、うん、流れ変えてね。そうですね、うん、気温も上がりますしね、そろそろね。コツとしては、うん、ビートフォートとかどんな音楽かっていうサイトがあるのか分かんないですけども、ええ、そういうところで、うん、よく1ページトップページに出てくる音楽は、はい、一切買わないようにしようというところでしょうね、うんはいはい、そうするとマイナーなのが漏れますよという形です、うん、そうですね、うん、まあ、最初はそこをクリックしたり掴んでもいいんですけど、はい、うん、必ずそこから3クリック先ぐらいのことを見据えて、はい、そうですね、そういったものを掘ってくるっていうのをすれば、うん、割とそういうのが集まるのかなって思いますけどね。そうですね、いい意味でちょっと外れちゃってるやつっていうか、はい、ね、その辺をうまくこう集めてきて、こう一つの
こうお料理に仕立てられるといい感じのミックスになりますよね。はい、うん、でもうあの今ダウンロードのサイトだとか、音楽販売サイトしてるサイトとか、うん、いっぱいあると思う、いろんなのがあると思いますけれども、はい、そういったものもね、うん、今非常にあの奥が深くなってますので、はい、あのそのパッと見た時にパッと買わないでですね、うん、自分で検索をちゃんとやってみるとか、はい、ありとあらゆる方法を使って、うん、誰も聞き得ない自分だけの音楽になるものはないのかなっていう観点で、うん、はい、探してもらえるとあのいろいろ面白いのが集められるんじゃないかなと思いますね。そうですね、そうですね、サーチ、まあ、テクニックですね。そうですねまあやっぱりいいものってほら手をかけないとできてこないわけで、はいはい、やっぱりその辺は音にしかり、ね、やっぱりあのいろんなものを作る方いらっしゃいますけど、やっぱりその大前提はあると思うんですよ ね、 そうですね、あとは時間をかけて探すっていうことも大事ですし、そうですね、サウンドクラウドなんかもそうですけど、うん、はい、まめに自分がいいなと思ったのフォローしてて、その人がフォローしてるのは誰みたいな感じのやつ、そうですね、ちょっと、うん、なんていうのかな、ワンクッションツークッションこうかまして、はい、サーチしてみると、うん、あの本当に誰も、もう単純にね、あ、この音楽どこも聞いたことないとか、うん、あ、新鮮でいいなとか、そうですね、そういったものをね、うん、まあ僕らはそういうものを通して、はい、音楽のその興味っていうのを失わないようにしてるっていう、そうですね、そういうところですかね、ね、はい、まあなぜ人生楽しんでいきたい形 で、 そうですね、はい、僕らの場合は音が一つのファクターとしてあるという感じですからね。そうですね、まあ、うん、皆さんもぜひそういう風に頑張ってもらって、オンリーワン DJ ね、そうですね、させてもらえれば、いいんじゃないかな。そうですね、オンリーワン DJ いいですね、素晴らしいですね。まあ、じゃあ私ども、極楽倉庫4月の配信としては今夜こんな感じ で、 そうですね、じゃあ、はい、終わらせていただいて、で次回が5月か7月、一応5月っていうのを今考えてるんですけど、それはまた打ち合わせでね、そうですね、考えようと思います。はい、はい、まあ奇数に、次の奇数に何か来るぞっていう感じで、じゃあよろしくお願いいたします。はい、どうも、じゃあ今夜も、いい夜をどうぞ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。はい。